どうも、イチョーです。はい、しばらくぶりのレコードキーパーになります。はい、最後にレコードキーパーの動画をアップしたのは、おそらくは6月のフェスですかね。はい。かなりね、久しぶりの動画になりますけども、お付き合いいただければなと思います。はい。で、今回ガチャ動画になります。はい。シリーズラッキーのですね、はい、霊式です。ここ引こうかなと思います。あ、ちょっと待ってくださいね。チケット確認したいんですが、18枚。OK。18枚。まあ、何枚使うかちょっとわかりませんけども、納得いく引きがね、できるまで引こうかなと思います。はい。で、今ですね、バハムート霊式のチブ釣りジャックと毒と、クリスタルダンジョン内の古希の方の霊式を視野に入れてて、まあ、そこを強化したいということでね。はい、今回ね、この霊式シリーズラッキーを引く次第となりました。はい、狙いはですね、チブ釣りジャックが欲しいということで、マキナーですね。はい。マキナーは D 角持ってるんですが、本当に D 角しか持ってないという状態です。ここちょっとね、シンクロ覚醒、引いて、チブ釣り弱でレギュラーで、戦えるようにね、しておきたいと思っておりますし、古希の方を見越して、そうですね、レム、エース、まあ、このあたりちょっと強化したいなというね、思惑があります。レムはシンクロ覚醒、持ってますんで、あと新奥義か新奥義も持ってますんで、ね D 角引きたいで、エースは D 角持ってますけども、 D 角と覚醒か持ってますけども、シンクロ持ってないんでその辺も引きたいですかね。はい。まああと他に強化したいところは誰だろう、まあいろいろいるんですけども、まあね、大体その3人かな。マキナ、レム、エース、このあたりを引きたいんで、なんとかね、はい、祈りを込めてね、チケットを消化していきたいと思います。はい、いきます。はい、さあどうかな。目の覚めるようなね、引きが来てくれればいいんですが、いやー、目が覚めましたね、これね。なんかね、ノマガチャとあんま変わんねえなっていうね、光景でございますけど、まあまあまあ、でもね、こっからですから、こっからね、いきますからね。はい、ケイト、あ、でも、新規だ。ケイトの戦技。はい。いいですね、デバフですね。うん、はい。ありがとうございます。はい、もうどんどんいきましょう。何枚まで使おうかな。残り5枚とかまでは、まあ、許容範囲ですけども、完全にね、チケットをすっからかになっちゃうというのはちょっと嫌なんで、おー、来た来た来た、いきなり来ましたね。さあ、これが何なのか、D 角だと嬉しいんですが、あれ、スキップいった？はい、スキップ。さあ、どんどん行きましょう。よし！おっと、弓だから、あの人か。やべえ、名前出てこない。トレイかな？かな？多分。あー、トレイシンクロありがとうございます。トレイはですね、はい、覚醒2種持ってるんで、これはこれですごくいいんですが、チブ釣り弱ではない。これは誰だ？レム。レムのレジェンドマテリア。あー、はいはいはい。開幕まといですか。はい、ありがとうございます。はい、まあ、これはこれで強いでしょうね、おそらくね。自身の待機時間を2ターン短縮、クリティカル率を2ターン 100% にする。ほう、いいじゃない。右打って左2回、右打って左2回っていう、そんな感じでいいんですかね。うん。で、属性が炎、氷、水と。いや、いいですね、これね。はい。オッケーオッケー。まあ、なんかいろいろ脳が聞かれてますけども。はい、後でね、じっくり読みたいと思います。はい、まあ、いいんですけど、これじゃない感がありますからね。もうどんどん行きましょう。さあ、シンクロ1個出ましたけども、まだまだよ。まだまだ。まだまだ行きます。よし。あ、いいですね。さあ、スキップ行きましょう。おい。これは、刀。
刀だとあの人だよな、あのなんか最近でもないけど、あの実装された人、あ違う、ジャックか、ジャックも覚醒だけ持ってるんだよね。そう、最近実装された人、あれ違うか、あれ刀じゃないか。はい、まあ炎物理はね、人材がね溢れかえってしまってるんすよね。あでもこれあれか、限界突破、あレベル1アップ、あまあ面白いっちゃ面白いですけどね。どうでしょう、これも強いのかな、使い方によってはって感じですよね。クリティカル 100% のダメージ限界突破可能な、なんちゃらかんちゃら。はい、まあまあまあ、はい、ありがたくね頂戴したいと思います。でもこれじゃない感がねこれじゃないんですよ。引き自体はねかなりいいですよね。だからこれマキナにねちょっと傾いてきてほしい。よし、オッケー。さあ、マキナ。これがね、マキナの覚醒とかだったら嬉しいんだけど。はい。赤い帽子。そして、これは、お、これはあの人じゃない。無知だから、あの、誰だっけ、氷の人。氷魔法の人じゃない。あの、名前忘れた。あ、そうそうそう、セブンだ、セブン。オッケーオッケーオッケー。セブン。よしよしよし、いいぞ。はい。まあまあ、未所持引けてるから、いっちゃいいんですがね。はい。はい。これは?デュースレジェンドマテリア。いいですね。はい。でも違うんだ。あの、マキナ避けてるな、避けられてるな。いいんですよ。まんべんなくね、こう、来てるんで、そろそろマキナに来てもいいのかな、という気はするんですけど、どうでしょうか。いいですね。あの、引き自体は本当にいいんですよ。いいんですが、そろそろマキナ来てほしいな。ああ、シンクか。シンクだよね、これね。いや、本当にまんべんなく来てるんだよ。はい、ありがとうございます。シンクも、ジャックも、トレイも、セブンもね、あの、みんなそれぞれ覚醒しか持ってない、シンクロしか持ってないという状態で、これでみんなね、一人ずつあのシンクロ覚醒、所持になっていってるんですが、ちょっとね、違うんだよな、狙いと違うんだよ。まあ、あのシンクもまあ、地物理ってや、地物理なんですが、はい。どうですか?どうですか?マキナのシンクロとか。いや、レムでもいいんですよ。レムの D 角とかね。メガネ。これって何?これって防具なの?これ。メガネは防具なのか。クイーン、シン奥義。はい、ありがとうございます。でも違うんですよね。とことん避けられてますね。運営さんに手の内バレてるかな、これもしかして。いや大丈夫だよね、引けるよね、そのうち引けるよね、これ大丈夫だよな。はい、オッケーオッケー。マキナの覚醒くれ、頼む頼む、マキナの覚醒くれ。よし、また刀だ、ジャックかな。あ、これはキングさんかな。はい、あ違う、ケイトだ、ケイトか。いや、被ってもいいんですけど、被ってもいいんですけど、エイトさん。はい。エイトさんね。で、これは、ジャックのレジェンドマテリア。この属性アビリティを3回消費するたびにも1回放つ。あ、これ、なかなかいいやつ。いいやつだよね。そして、ケイトの覚醒被り。違うんですよね。なんかチケット。いや、いいんですよ。引き自体はいいんですが、ここ一番で、マキナが避けられている。綺麗にあの、なんだろう。はい。なんかそろそろ来るかなと思ったんですけど。なんかあの、綺麗に欲しいとこだけ避けられてるんですよね。大技をね、持ってるキャラクターがね、避けられてるんです。これもキングでしょ?キングはね、シンクロも覚醒もね、一つも持ってないんですよ。なんか避けられてんだ。まあ、残り5枚。4枚ぐらいまでは使おうかなと思ってますけども。さあ、さあ、そろそろ
そろそろ望みの商品欲しいです。さあどうかな。よっしゃー、あーこれ持ってるんじゃないか。どうかな。剣、シンプルな剣ですね。これあれかな、誰だっけ、あのクイーンかな。ここでかぶり3連発。なんか流れが悪いぞこれ。やばいやばいけどね、もう引くに引けないんですよ。さあどうかな、もうどんどん行くしかないですね。よし、さあさあマキナ、マキナをよこせ。来い。違うなーこれなー。よっしゃ、違うなー、なんか避けられてんなー。くっそー。いやほんと、あの3人とことんあれだね、かわされてるな。精神アップ、まあ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 いいんじゃない。これはまあ、あ、じゃあ持ってんのか。そしてこれが、あ、来た、マキナの、オッケーオッケー、重式まとい。はい、オッケーオッケー。そして真空の覚醒かぶり。違う。でもようやくマキナ来た。こっからマキナが来てくれる予感。どうですか？来てくれるかな？どうかな？あ、ダメだ。くっそなかなか、なかなか進展しねえな。なかなか、だったらもうコキに絞って、今あの強化されたメンバーをさらに強化されるようなもの引けないですかね。いやーでもやっぱレム、エースこのあたりだよな。来い！よし。さあ、マキナの覚醒。マキナ確か覚醒2種ぐらいあったか？あれ？シンクロニッシュで覚醒一種だったっけ？あれちょっと忘れたけど。はい、あーもうね、ピストル祭りだわ、これもう。いやー、来ねえなー、ほんとに来ない。はい。まあ、この辺もらったとて、って感じですけどね。あー、ゲージ戦技か。これはまあ、これでありがたいですけど、はい。キングはおそらく使わない。そして、ケイトの覚醒が、やたらかぶる。うわー、もうチケットねえわ。全部使うか、これ。全部使っちまうか。どうせまたフェスでもらえるかなっていう気はするんですよね。よし、いいぞ。いいけど、マキナ D 角かぶりとかやめてほしいんだよね。入ってるか ?D 角、マキナ D 角。どうだったかな、まあ、入ってなきゃいいんですが、これ、レムの D 角でも嬉しい。はい。なんかキング来るね。K とか、いや、キングだよ。お、なんかすんげえ綺麗な剣来ましたけど。これ何？これは？はい。あ、クラサメさん。あ、そうそう。最近ね、実装された。最近でも最近でもないか。はい。サイスさんと、K との新奥義。まあ、これはこれでありですよ。ありですけどもだな。うわー、クラサメは全然持ってない。これだけ来てもって感じ。あーもう全部行くかこれ5枚残しで考えてたけど、もうこれここまで引いてね、進展なしだとちょっとね、うわーうわーだなこれ。いやー見事だねこのかわされようはね。絶対絶対あの3人はね、渡しませんよと言わんばかりのこのね引きですよこれは。はい、ありがとうございます。さあ、飛んでいきましょう。あと4枚。もうね、ダメだ。後には引けない。もうやるならとことんだ。やるならとことん。ほらー、いったー。さあ、もうレムの D 角とかでもいいから。はい、エースのシンクロとか。おわ、これマキナじゃないですか？はい。かぶりじゃない。かぶりじゃない。マキナ新奥義。うん、まあ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 、こっからですよ。こっからですよ。これでね、新奥義 D 角揃ったんで、あと普通に覚醒シンクロ。はい、このあたりね。引きたい。シンクロ、もうシンクロでもなくてもいい。覚醒 D。覚醒引かしてくれ。頼む。
頼む、行け。さあどうだ、さあどうだ、マーキナ覚醒来い。はい、いやもう何回も見たなこれな。いやこれはどうだったか、持ってるかな、どうかな、よし来い。いやー違う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 、くっそ。いやエースも来てるんだよね、エースも来てるんですが持ってました。はい、あこれはおーデュース、なるほど。さあ残すは2枚、残すは2枚、ここでなんとか引きたい。頼む頼む、巻きだこい。よーし来た、この中にマキナの覚醒が入っていてくれ、頼む。さあスキップ押しました、よし。あーこれレムだわ、なんだろう、レジェ待てとかかな、これトレイかな、縦であるだろうね。うわっかぶったね、くっそー、全然当たんねー、全然当たんねーよ、もうこれ。あオーバー、ただのオーバーフローか。ナイン、はい、十色まとい、ありがとうございます。そしてあーオーバーフロー奥義、なんかトレイが強化されてるね。最後1枚頼む、見事にかわされてる本当に。さあ来い、さあマキナ、マキナ、チケット18枚使ってですね、見事にこのエースレブマキナかわされましたね。くっそー、進展なしだな。いや強化はされたけども、底上げはされたけども上が伸びなかったって感じですかね。あーこれは痛いな。ちょっとはい、私かなりショックを受けております。18枚使ってちょっとね上が伸びなかったっていうのは今まで初めてだったんで、はい、ちょっとショックを受けてますけども、まあしょうがない、受け入れるしかないですね。はい、現実をねしっかり受け入れてまた頑張っていきたいと思います。はい、で軽く進捗状況おしゃべりしていきたいんですけども、はい、クリスタルダンジョンはですね、はい、バハムート霊式ですね。チブツリジャク、チブツリジャクか、とですね毒以外は全部いけました。はい、であとはコキかな、コキ、あこれで見れるのかな、あこれで見れるんだね、オッケーオッケー。はい、でコキはですね霊式がいけてない状態、あとは全部倒しました。で天命はやってないって感じですかね。はい、なのでね霊式ちょっと頑張って引いたんですけども、結局霊式も地物理、地物理か、地物理もねちょっと強化されなかったって感じですかね。まあ、シンク強化されたんですけど、あいつどうですか、マキナの代わりになりますかね。ちょっと、ね、こっから先本当にあの興味ある方だけお付き合いいただければ嬉しいんですけども、いやーどうですかこれ。いやダメだな、ちょっといけないな、うーんはい、じゃあちょっとまたね考えます。でバハムート霊式のなんかミッション来ておりましたので、はい、動画撮りながらね倒したいと思います。はい、またね、苦労して倒したのをミッションのためにもう一回倒すのはなかなか苦労しますんで、
はい、せっかくだったらね動画にしたいなと思います。あとはなんだろう、コキの、動画にしてなかったところもぼちぼち動画にねしていきたいなと思ってます。はい、そんな感じで、次回以降もね、楽しみにしていただければ私も嬉しいです。はい、じゃあ今回はこの辺にしときましょう。はい、そうですね、この辺にしときます。ご視聴ありがとうございました。